それでは法政大学行ってみたいと思います。今日の設問形式はこちら、不要文削除問題と空小授、合計5問行ってみたいと思いますので一緒に頑張りましょう。先生、まずは設問の指示の一読をお願いします。先生、まずは問いの1番です。検討をお願いします。先生、前半部分ですが、皆さんストーブに触って熱い熱いと、で皆さん1回目は間違って触ってしまうかもしれませんが、さあ2回目ですね。2日後に同じような状況になってまた触るかっていう話ですね。でもちろん怪我をしますから、まあ普通は触りませんよね。ただそういう判断する力が何なのかというのがこの下線部1番に書かれてますね。もちろんそれがインテリジェンス。で、その説明がその次ですね。知識や技術を得て、そして応用する。その能力をインテリジェンスと呼んでるんですね。で、次の下線部2番では、remembering。まあ、要するに記憶しておくこと、覚えておくこと、暗記することがインテリジェンスではないと。で、下線部3番でもう一回言い直してくれてますよね。記憶を取り出して、で、その記憶の細かい部分に基づいて何かを行うと。つまり応用する話ですね。ですから下線部1番、2番、3番、しっかりつながっております。となってくると皆さん選択肢4番が怪しいですね。皆さんインテリジェンスの話をしておりますのでいけるのかなと思うんですが、このあたりですね。たくさんの情報を頭の中に蓄えておく。つまり記憶の話になっちゃってますよね。ですが皆さん、その記憶すること、覚えることですね。それは知性ではないと言い切ってくれております。ですから下線部1番から3番と矛盾してしまいますね。つまりつながりがないわけですから、取り除くべき文章、正解は4番ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて問いの2番でございます。文章は先ほどの問いの1番の続きと考えていただいて OK です。ということで検討をお願いします。で、皆さん、下線部1番読み始めて、ん?と思いますよね。そうです。突然、子供の話が来ちゃってますね。で、皆さん、その後の下線部2番、3番、4番読んでいただいても、子供の話が全く出てこないですね。で、当然、下線部1番の上、左側にも子供の話は出てこなかったですね。ですから、矛盾が起こりますので、取り除くべき文章。正解は1番ということで、よろしいかと思います。では皆さん、続いて問いの3番でございます。これも先ほどの問いの2番の続きと考えていただいて OK ですからね。検討をお願いします。で、皆さん読み始めていただいてわかるかと思いますが、皆さん、ウィキペディアのサイトの話ですね。それが下線部1番、1つでつながっております。で、下線部2番もウィキペディアでいけるのかなと思うんですが、皆さん、下線部2番を読んで、と思いますよね。そうです。毎日エキサイティングな話が読めるか。当然その保証はないですよね。ですから前後との矛盾が生じてしまいます。よって正解は2番ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いての問題でございます。まずは設問の指示の一読をお願いします。さあ皆さん、問いの1番でございます。ここの空所に入れる選択肢。4つの中から1つ選んでいただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、空所1番の左側ですが、三角括弧で区切りました。皆さん、本を読むことで言葉の範囲が広がるんですね。もちろんこの辺りからもわかるかと思いますが、より多くの単語を身につけることができるんですよね。で、最後に幅広い語彙と書いております。で、それでいくと選択肢の1番、まずスピーキングがダメですよね。で、選択肢の2番も流暢な話で、これに焦点を合わせているのではなく、幅広い語彙の話ですからね。で、選択肢の3番すっ飛ばして4番、正しく使うのが難しい。皆さん、使う話はこの最後の方ですが、特に否定的な話はないですね。そうなってくると、選択肢の3番、どのように感じるのか、そして言いたいことですね。それを表現することができます。もちろん語彙が多いわけですからね。確かに幅広い語彙を持って表現することはできるかと思います。よって正解は3番ということでよろしいかと思います。さあ、続いて問いの2番でございます。検討をお願いします。
皆さん、込み出しのところにも書いておりますが、集中力の改善の話題ですよね。皆さん、本文書いておりますが、長時間にわたって集中力を保つ話ですね。で、それが皆さん、空所の左側にもしっかり記載されております。ですから、選択肢の1番。内容の詳細に関しては記述がないですね。で、選択肢の2番すっ飛ばして3番。その話題が興味が持てるかどうか。それに関するコメントもないですね。で、選択肢4番のこの文末。To begin with。まずはじめにと書いてますね。で、それがあるんだったら皆さん、その後どうなるのか。それが空所の右側に続いていくはずですが、それがないですね。ですから選択肢の2番。注意力としっかり書かれております。つまり集中力をスラングフェン、強化する話と書いておりますので、この三角括弧でくぐったところと言い換え可能ですよね。よって正解は2番ということでよろしいかと思います。それさん、お疲れ様でございました。最後皆さん空所重問題を解きましたので、振り返ってみたいと思います。皆さん空所の直前にこういう表現がありましたね。特にフォーカスイングオン、焦点を当てるとか集中させる。で、選択肢を眺めて、こちらの選択肢を正解と判断しました。で、なんでなんですかということですが、もちろんその選択肢にも集中力、集中する話があったので、これを正解だと判断したんですよね。ですから結局我々は普段何をしてるのか。もちろん言い換えを成立させてるんですよね。で、記号で書くとこれ。ですから今日の最後は空所重問題でしたが、この上に書いた通り内容一致、そして下線部説明とか記述説明、我々は出くわすであろうほぼ全ての設問形式っていうのは皆さん求められてるのはこれですからね。言い換えが見つかってますかということでございます。でもその正反対が不要文削除問題。皆さん、インテリジェンス、知性の問題がありましたね。で、一つ目にこういう話がありました。知識や技術を身につけて、そして応用する力。それが知性であると。そして二つ目ですね。記憶を取り出して、で、何かをする。まさに応用力の話でした。ですので、ニアリーイコールの記号を振っときますね。つまり最初のこの辺りと、皆さんその次のこの辺りですね。言ってることがほぼ同じ。ですが、皆さんこの三つ目の文章。大量の情報を脳の中に保管する。つまり記憶力の話があったんですね。で、もちろん知性とはこの上の二つ。知識を入れて、そして応用する。それがインテリジェンスであると。ですから単に知識を蓄えるだけではないんですね。ですからこの記号がぴったり。つまりこの上二つと言い換え可能とは言えないんですね。ですから不要文削除問題であれば、こういうものが正解になると。ですから基本は言い換えが可能なのか不可能なのか。それを肝に銘した明日からも皆さんこのあたり意識しながら頑張っていただけるとよろしいかと思います。もちろんこのヤダッチとスタディでも逐一このあたりの話は挟み込んでいきますからね。これ皆さん試験中何をするのかが明確になりますよ。参考なさっていただけますと幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。